さっきの枠で MLM マルチレベルマーケティングの話題になったんで、ちょっとまあ久々にマルチレベルマーケティングをみんなと話し合いながら、ああでもないこうでもないって語れたらなと思うんで、よろしくお願いします。猫さん風船ありがとう。マルチレベルマーケティングっていうのは、まあアムウェイとかモナビーとか、あとはニュースキンとかが有名なんだけど、簡単に言うとあれですね、連鎖販売取引のことですね。商法でいうところの連鎖販売取引法に該当するものです。おお、マネージャーさん久しぶりじゃん。元気だった？久しぶり。うい、なんかねマルチやってたんですかって。オナビーはねノニジュースじゃなかったかな。あ、ノニジュースはタヒチアンのノニか。モナビーってなんだっけ。ノニジュースはタヒチアンのノニでしょ。モナビーもドリンク系じゃなかったかな。俺はサプリメントやってたから、バイナリーの。あ、そうなんだ。マネージャーさんどこでやってんの。アムエニュースキンしてる人と仲良くしちゃダメって言われたことがある。それはね多分ね誤解があると思いますね。1本5000円のドリンクだった。クソまずかったまあ体にいいもんはまずいっすよね酸っぱいやつか。何だったっけな、ネットワークビジネスで稼ぐ収入はやばいっすよ本当に。ニュースキンは化粧品でなかなか使ってる人が多い。ガルバとか結構優秀ですからね。3万円であの美顔器を売ってるっていうのは結構でかいと思いますね。アムウェイ称号、すごい。アムウェイなんですね。アムウェイよく誘われるけどな。アムウェイやればよかったかな最初。わざとまずくして売るのあるらしいね。まずいと体に効いてる感じがする。いやーどうだろうね、わかんないけど、わざとまずくするっていうのあんのかな。いや俺商品開発でそんなことしないと思うけど、まあでも面白い考え方だねそれは。結構ビジネスセンスあるかもしれない、もしそれを実行する能力があったら。攻めてるなって。アムウェイのセミナー、誰のセミナー行ったっけな。キタコンさんだったかな。キタコンさんからの中島かおるさんかな。キタコンさんってあれですよね、アムウェイですよね。多分キタコンさんだったと思ったんだよな。キタコンさんで合ってますよね多分。アムウェイは毎年売り上げ落ちて会員数も飽和して、これから参入するのはなかなか大変だよね。いや、4年5年ぐらい前に1回バブルがあって、北海道でバブルで、要はアムウェイを忘れる世代って出てきてて、で田舎の方で人気バーンって出て1回再ブレイクしましたよ。だからね、あっていうかね、なんかよくマーケティングの話する人とかいるんだけど、俺本質的にはそこじゃないと思ってて、ちゃんと営業とか勉強してたらちゃんと稼げると思ってる。浜崎あゆみの横の部屋の方、あそうなんだ。あそんな話してたかな。北本さん横の部屋に住んでんな。それって個人情報じゃないのかっていうね、セミナーで話していいのかよっていう、面白いね。まあネットワークビジネスの成功してる人ってほんとぶっ飛んだ成功の仕方してるからね。権利収入やっぱでかいよ。ということは炎天の時代が来るか。多分ねクフはね誤解しまくってると思う。クフネットワーク反対派だと思うから、俺がやってたプレゼンテーションやってあげようか。ネットワークビジネスっていうのを超わかりやすく言うと、みんなやりたいって言ったの。俺の周りの奴らは。カオルさんと食事すげえな。
クフ聞いてみる。嫌だったらいいけど、クフにプレゼンテーションしたら俺クフ絶対いい。俺が現役だったら絶対やるっていうようなトークあるよ。っていうのも誤解を解けばいいだけだから、思い込みでみんな喋ってんだよ、噂とかで。ネットワークビジネス大体2時間プレゼンテーションして成約率95%とかだったから、まず、じゃあプレゼンテーション俺がよくやってたやつやってみようか。ちょっと待って。まあいいや。まず俺はいろんなトークをやるんだけど、どれくらいの尺でやろうかな。まあ軽くやろうか。いろんな話いっぱいできるから、プレゼンテーターやってたから。まあ簡単に言うと、ポイントカードっていうものを想像してくださいと。で、T ポイントカード持ってる人を手を挙げてください。今、この枠の中にいる方で T ポイントカード持ってる人がいたら手を挙げてください。どうですか？T ポイントカード。持ってる。ありがとうございます。T ポイントカードを持ってて違法だって感じます？感じる人多分この中にいないはずなんですよ。手を挙げてくれた方の中には。まあ、簡単に言うと、コンビニとか、ツタヤとか、いろんな提携先で、こう、買い物をしますと。で、そのうちの売り上げの1%をポイントで貯めることができますと。で、そこに貯まったポイントっていうのは割引ができますと。要は、現金と同じですよねって。で、僕ら、その上で、T ポイントカードを持つことは誰も違法だっていうふうに言わないじゃないですかって。で、ポイントがもし現金化できるよっていうサービスが始まったら違法だと思います？皆さん。T ポイントカードは、ポイントとして付随されていきますよねって。で、今までは割引とか、なんか、に使ってると思うんですよ。コンビニとかで100ポイント貯まってますけど、割引きますかって言ったら、使ってくださいとか。そうじゃなくて、ツタヤが始めたサービスで、まあ、1万円分ポイント貯まりました。1万円振り込むの選べますよって言ったら、違法だと思います？多分、今聞いてる限りだと、思わないはずなんですよ。で、実際違法性はないんですね。ポイントを現金に換えられますよって。そういうサービスっていっぱいあるじゃないですか。だから、個人でも思わないですよね。ここまで OK ですか？ツタヤっていう会社がポイントカードやってて、それを現金ができるサービス始めましたって言って、違法性ないで OK ですか？どうですか？ OK だったら OK って言ってください。OK でしょうか？ OK ですよね。じゃあ、二つ目クリア。で、今度は、ネットワークビジネスと、じゃあ、ツタヤのポイントカードが何が違うのかっていうことを話したいと思うんですけど、例えば皆さんの住んでる駅の駅前に焼肉屋さんができましたと。焼肉屋さんをイメージしてください。で、焼肉屋さんができて、そこのお店って、すごく肉屋さん、その大手の肉屋さんがやってるチェーン店で、上質な肉が1000円で食べ放題なんですよ、ランチタイムだと。すごく安いっていうことで、まあ、行ってみようかなっていうふうになるじゃないですか。まあ、1000円だったら、まあ、外れかもしれない。肉質悪いかもしれないって。で、実際に行ってみたら美味しかったんですよ。で、その帰りに言われるんですよ、店員さんに。もしよかったら、スタンプカード作りませんかって。ポイントカードを作ってもらえると、すぐ登録ができて、10回お店に通ってくれたら、1回通ってくれたらスタンプ1個押しますと。で、10個スタンプが貯まると、1回無料ですよって。つまり、どういうことかっていうと、10回通うっていうことは、売上1万円だと。で、1回分タダになると。要は1000円キャッシュバックすると。まあ普通、もう1回来ようかなと思ったら作るじゃないですか。だから皆さんの財布の中にポイントカードっていっぱいあるはずなんですよ。そういうラーメン屋とか。あ、じゃあ作りますって言って。で、2回目来店しました。で、スタンプ。うわ、美味しかったわって言って、スタンプカード渡しました。スタンプカードっていうかポイントカードね。そしたら、今回のお会計結構ですよっていうふうに言われた。え？ってならない。2回しか通ってないから、僕ポイントついてないはずなんですけどって。いや、実はうちの当店の仕組みは、紹介制を取ってますと。この前、ご家族と来られましたよねって。で、ご家族の方が、また何回も通ってくれたので、その分のポイントを付随させていただきました。だから、今回、その、
お客様のご紹介で、あれからうちのお客様口コミで100人、ポイントカードのデータによると100人来てるんですよと。で、100人ってことは売上10万円上がってると。だからお客様の分サービスするような仕組みなんです。ここで違法性感じる？どう？あのね、みんな広告業界とかに勤めたことないし、店舗運営したことないから分かんないかもしれないけど、ホットペッパーのこれくらいの欄に広告載せるのっていくらだかとか知らないでしょ？見開きで1ページ載せるの120万かかるんですよ。で、大体は1ページで60万ね。で、1ページを分割すると7万とか12万とかな、これくらいで。でしょ？違法性感じないでしょ？で、ポイントカードってそもそもなんで広まったかっていうと、リピート率を上げるためなのね。で、例えば7万円の広告って焼肉屋さんだと70人の新規が、70人の新規が来て、プラマイゼロだって考えるかもしれないけど、違うんだよ。利益率で換算しないといけないから、1000円のうち多分200円ぐらいが利益なのね。で、200円の利益しかないものを7万円の広告みんなだったら打つ。結構厳しいでしょ。だったら、10回確実に来てくれた人に対して1回割引した方が店としては効率がいいんですよ。リピーターを確保する。だから店側もいい、お客様もいいじゃん。で、さらに言うと何がダメなのかっていうと、広告が損する仕組みなんですよ、これ。ネットワークビジネスっていうのは広告が損する、広告業界が損する仕組み。例えば、椿っていう CM 覚えてるかもしれないけど、広末涼子とかさ、シャンプー、700円のシャンプーに対して、すっごい女優陣使ってたでしょ。6人ぐらいの大女優。あれね、何十億ってかけてるのよ、広告費。で、広告費を、その何十億ってかけた広告費誰が払うのって言ったら、末端の700円のシャンプー買う人なんだよ。だから原価率が上がるってことなのね。だから、その広告費っていうのをみんなが受け取ってるっていうふうに考えてもらいたい。で、まあ、いやすごい良かったな、つって、俺タダで食えたよって。すごい感じないってことは、いいな、いいお店だなっていうことで、ガンガン紹介するでしょ。で、久しぶりにまた行ったの。そしたら、焼肉食った、今日もタダだろうな、はい、ポイントカードっつったら、お客様少々お待ちくださいませって言って、店長が封筒に10万円詰めて、ありがとうございます、これ受け取ってくださいって言われたら、違法性感じる？違法性は感じないかもしれないけど、ちょっと待ってってなると思うでしょ。え、何のお金ですか、これって。いや、実は、お客様が、最初に来てカードを作ってくれてから1年が経ちましたと。で、1年の間にお母さんと弟さんとお兄さんと、親父さんと親父さんの会社の30人で飲み会やってくれて、その30人がこうでこうでこうで、お客様のおかげでお客様からこうバーッと1万人のお客様が来てくれましたと。で、1万人のお客様が5回来てくれたと。そしたら、いくらだ、5000円かける、1万だから、5000万円うちの店で売り上げましたと。で、5000万円売り上げたので、あなたにポイントがついたんですけど、10万円分の、ただで食えるポイントがついてるんですけど、まあ、10万円分食べないですよね、1000円なんで。食べないです。じゃあ、お礼として現金渡すことにしたんですけど、嫌ですか？っつったら、納得しない？納得するでしょ。あ、それだったら、5000万も売り上げたんなら10万円もらってもいいかって思わない？どう？ここが問題なんだよ。どう？工夫。お店側にそう説明されたら、罪、違法性は一切ないの分かるでしょ。どう？この時点で、工夫。ここで聞きたいんだよ。これをどう？思うでしょ？いい店だなって思うでしょ？で、これがネットワークビジネス。焼肉屋さんじゃなくて、化粧品だったりとか、サプリメントとか、あと、なんだろう。気配薬とか。要は、商品が焼肉じゃないだけ。これがネットワークビジネスの本質なの。ね？俺はこのプレゼンテーションで、もっとそれを2時間いろんな理論でやるんだけど、もっと専門的な人には専門のマーケティングとか話すんだけど、一番その誤解を解くために言うのはこれなんだよ。だから、別のアプローチをすると、日線のカタログってあるでしょって。あれ、日線のカタログを持ってないと購入できないよねって。あれを会員制って言うんだけど、日線のカタログの販売権利を持つのと一緒だよっていう。で、日線のカタログ1万冊手に入れたと、無料で。日線から仕入れて。で、1万冊配ったと。で、1万冊配った中で日線がバーってみんな買うわけじゃん。買いたい人が。で、その売り上げの何パーか入っても違法性ないでしょ。
で、その1万人の人が私も代理店やりたいって言って、2000から1万冊持って周りに配って、その分の利益もあなたにポイントつきますよって言ったらやるでしょ。これがネットワークビジネスの本質なんだよ。だから誤解がないようにちゃんと説明するとみんなやりたいって言うのよ。やりたいでしょ。これで、これを説明するだけで俺は4800人バーって広まった。嘘も何もついてないのよ。だから、なんつうの、焼肉屋さんいいよって言わない限り、あそこの焼肉うまいよって言わない限りは儲からないよってやりたいでしょ。これが、まあ、だから、これが、ただ儲かる話あるよとか言うからうさんくさくなるのよ。別に儲かる話じゃなくて、マーケティングの本質であったりとかを、ちゃんとプレゼンテーションできるようになると、で、さらに商品の説明だったり、ビジネスプランの説明だったりとか、細かいことをやっていけばいいけど、本質はここなんだよ。韓国招待旅行の時に先導してくれたのが韓国警察だった。この言葉でわかる人にはわかる。 おはよう、おたけさん。もうこれがネットワークビジネスですね。簡単に言うと。別に嘘もないし、全然反論とか質問とか全然受け付けるよ。これで飯食ってたわけだから。おはよう、おたけさん。だから正しく理解してないのに、商品の知識もない、マーケティングの知識もない、ビジネスプランの知識もない、要は会社の、よく言ってたのが、俺はその4800人ダウンライン作って、ダウンラインを教育していかないといけない立場になった時言ったのが、お前らは自由業だと、皆さん自由業ですよねって、でも新入社員だと思ってくださいって言ってんの。で、会社の社訓であったり、会社名、会社の電話番号、会社が取り扱ってる商品、会社の流通網、これらを把握しないで営業できますかって言ったら、みんなできませんって言うのよ。例えばソフトバンクに行って、新しい携帯電話なんか出てますか？いや、わかんねえっす。いや、わかんねえ。その辺にあるんで見てもらえますかって言ったら怒るでしょって。料金プラン変えたいんですけど、どんなプランがお得ですかっつった。いや、わかんないけど、これじゃないですかね。これなんか売れてますよって言われたら、ソフトバンクで言うと怒るでしょ、みんな。だけど、ネットワークビジネスってこれがまかり通っちゃうんだよ。みんなよくわかんないですけど、これいいよとか、儲かるよとか。バカじゃないのっつってて。そうじゃなくて、この商品の欠点と、いいところとダメなところ、他社との商品比較、うちの会社はどんな歴史があって、経営者が誰なのか、どんな歴史があるのか、全部説明できて、初めて一人前でしょって、社会人でしょって、なんでネットワークビジネスこんなこともやらないのっつって、でみんな勉強してますかって言ったので、みんなしてないっていうの。じゃあ2時間しましょうって言って、毎週2時間勉強してたの。ただハードル高いと思うのが、飲食店なら美味しければそれが広がっていくのだけど、仮に化粧品としてそれを友達に勧めるわけやん。違うんだよ。友達に勧めると思ってるから違うの。ネットワークビジネスって3つのデメリットがあるって言われてんの。3つのデメリットのイメージ。信用を失う、友達を失う、お金を失う。この3つのイメージがあるでしょ。で、なんでかっていうと、信用を失うから友達を失うんですよ。で、友達を失う、ね。で、友達を失って稼げないからお金がなくなるんですよ。わかる？わかる？この3つを払拭できればいいのであって、で、飲食店なら美味しければ広がっていくっていうふうに言ったじゃん。で、それはね、クフ、すごくいい質問で、クフがいいなと思うネットワークビジネスの商品をまず見つけるところからネットワークって始まるの。だから、ビジネスプランがいいからじゃなくて、商品に納得しないと買ったらダメなの。ネットワークビジネスのダメなところって、儲かるよ、儲かるよとか、ビジネスプランいいでしょっていう説明をして、商品に納得してないのに買っちゃうから、だから悪いうまさが広まるの。だから、僕はこの商品に出会っていいと思ったから、自信を持ってこれすごくいいよって勧めてるんですよ。で、もし、俺が勧めても、皆さんにとって合わない可能性があるから、やらなければいいんですよって。そう。で、友達に勧めるわけじゃないんです。友達に勧めるから、友達の信用を失うんですよ。だってさ、昨日友達だったやつがさ、いきなりさ、ねえ、何々っていう宗教めっちゃやばいんだけど、話聞きたくない？君も成功したくない？とか言い出したら気持ち悪いでしょ。だから、俺は、友達にプレゼンテーションまずしません。
一切したことない。友達にこれいいよと言われたことない。質問があった時にする。例えばみんなで飲み会とかやってて、俺はサプリとか飲むじゃん、普通に使ってたわけだから。そしたら「それ何？」って言われたから、あ、サプリって言って、何のサプリっつって、水素って言って、水素って何っつって、いや、めんどくさいって言って、自分で調べてっつって終わり。だこれを水素っていうのはねとか、なんとかガルバイノベーションはねとかね、なんか急にプレゼンテーションを友達にするから嫌われるんだよ。普通にしてればいいんだよ、普通に。悪い意味じゃないけど、副業しないのは日本人だけ。だから、なんつうんだろうな、他人に勧めるわけじゃなくて、なんだろう、やりたい人がいたら別に紹介するよっていうだけ。っていうか、ネットワークビジネスってみんな売るもんだと思ってるんだけど、売る権利は持ってないの。あくまでカタログを渡すことで、商品の本社とやり取りをするのね。だから売る権利自体は持ってないの。アムウェイだったらアムウェイから買うのよ。その人から買うと思ってるから誤解が生じるの。売らなきゃって思うからダメなの。売らなくていいんだよ。その商品どこの？っつったら、ああ、渋谷にある会社のアムウェイって会社だから、アムウェイ興味あるんだったら別に連れてくし、買いたかったら言ったら俺会員になってるから、代わりに買ってあげてもいいよ、ぐらいだよ。そのね、買って買ってってやるから嫌われんの。そう。商品力が高いのは勝手に売れるのよ。でしょ？人間関係をね、壊すようなことをね、自分からやりすぎなんだよ。ネットワークビジネスの人は。だから成功しないの。アムウェイニュースキンってなんで悪い印象広まったのかな？どうなんだろうね。要は稼げない人がいっぱいいたんじゃん。わかんないけど。稼げない人が文句言ってるんだと思うよ。俺は全然ネットワークビジネスで稼げたからいい思いしかしてない。それはでもね、言ってたね。稼げなかったら悪く言うよって。そう。でも、俺は稼げたからネットワークビジネスに悪いイメージないっていう はっきり言ってたね。だから稼がないと、結果出さないと、ダメじゃんっていう。生命保険の外交員もネットワークビジネスみたいなもんだ。全くそうだね。親戚友人の保険加入が済んだら仕事取れなくなるから、会社から切り捨てられる人多いね。一発目は美味しい思いさせるみたいな。そうだね。それはよく言われてる。車屋さんと、保険の外交員はビジネスモデル2年で切り捨てるっていうか。だから2年間で保証が切れて完全歩合になるのはそれなんだよね。だからなんだろう。悪い印象だからやりたくないっていうんだったらやらない方がいいって思う、正直。ただ、なんつうんだろう。ネットワークビジネスって、どちらかっていうと、誰と組むのかが重要で、例えば、クフはさ、俺と、例えば全く知らない話下手なおばちゃんと組んだら、アップラインって言うんだけど、その人の紹介になるわけじゃん。その人と利害関係が生まれるんだよ。で、友達にそのおばちゃんし、あの、紹介しちゃうと、そのおばちゃんの口調で、儲かるわよ、あんたやりなさいよって言われたら嫌じゃん。だけど、クフは今俺の説明で、あ、いいって思ったでしょ？あ、これなら誤解解けるかもって思ったんだったら、友達もそう思うじゃん。だから、誰がアップラインにいるのか、誰がプレゼンテーションしてくれるのかによって変わるんですよって。で、俺トップ営業マンだったの。誰が聞いてもやるぜ。俺とだったら成功する気するでしょ？友達連れてきて、ちゃんと誤解がないように説明していったら、友達もやるって、俺もやりたいって言うだけでしょ？で、一緒に頑張ろうねじゃなくて、そしたら俺と友達がやり取りするからって。同じこと言うからって。そしたら寝てていいよっていう。寝てていいよって。それが連鎖していくからって。俺はただダウンライン一番末端の人と一緒にビジネス追いかけ続けるから。それだけ。最初は上流階級の人しか流されてない話だったから、人自体は誤解が生じますよね。そうそう。だから俺がよく言ってたのが、伝言ゲームと一緒だから、情報って上から下に降りてくるのね。で、みかん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 、うんこ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 ってなんの。人間ってバカだから。りんご、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 みかん、うんこ、うんこ、うんこってなるの。伝言ゲームって絶対正しく伝わらないから。だから、上層部の人と付き合うのがすごい大事なの。
正しい情報が入りやすいじゃん。だから誰と付き合うかなんだよ。誰と組むかなんだよ。ネットワークビジネスって。だから末端のおばちゃんとかよりも俺と組んだ方がいいよっては言ってた。うん。俺のラインだと安心だよって。ネズミ講とネットワークビジネスの完璧な違いっていうのは、まず日本には刑法っていうのがあるの。これは刑事事件を起こした時に起こるのが刑法ね。要は処罰の対象だし、違法行為っていう意味の。で、刑法で、書いてあるのが、無限連鎖販売取引法っていうことなんですよ。無限連鎖販売取引法。要は、商品の実態もないのに、上が儲かるっていう仕組み。要は金だけをやり取りしてたの。日本の歴史って、ネットワークビジネスが入る前。そう。だから、そのネズミ講っていうのは、まず、刑法で裁かれるの。で、さっき言ったように、マルチレベルマーケティングっていうのは商法なんですよ。例えばさ、美容師だったらさ、こういう風にしなければいけないとかさ、この業界の業種はこういう風にしなければいけないって、お医者さんだったら薬事法を守らないといけないとか、いろいろあるじゃん。それと一緒で、刑罰を与える方じゃなくて、商法って言って、なりわいをする人、例えば FX する人はこの資格を持ってないと、プレゼンテーションしちゃダメですよとかあるじゃん。商法に記載されてんの。で、それは連鎖販売取引法っていう商法なの。で、みんな冷静に考えてもらいたいんだけど、商法に連鎖販売取引法って書いてあるってことは、思いっきり合法なんだよ。だから、違法を無限連鎖販売取引法とごっちゃになってんの。刑罰と名前が似てるからなんだよ、もともとは。で、みんな知らないかもしれないけど、アムウェイって、経団連のトップだよ。日本の経団連のトップとかにいるんだよ、アムウェイって。だから、アムウェイって違法じゃないのっていう情報自体がもう恥かく情報なの。社会人からすると。うん。だから世間知らず、要は、ちゃんと勉強してないのがバレちゃうだけなんだよ。うん。ちゃんと自分で情報を取りに行くと全然大丈夫だと思う。知らないからおかしいと思っちゃうんだよ。うん。ネズミ講とは全然違う。別に俺アムウェイ擁護するつもりはないけど、いや何もやってないから、何もやってないし、みんなに何も買わせる気はないけど、だからさっきも言ったけど、その業界の知識、商品の知識、自分が所属してる会社の知識プラス、自分は自分の会員になると何がメリットがあるのかっていう。よしさん、おはようございます。自分のダウンラインだったらメリット、要は自分と会社とマーケットと商品とっていう、もう基本的な基本を押さえておかないと、人にね、プレゼンテーションしても誰も納得しないでしょ。だからそれができてないだけなんだよ。目の前に1万円が落ちてたら価値わからんから拾うけど、ネットワークビジネスはどうなるかわかんないから怖がる。だから価値を伝えるのが仕事だろうね、簡単に言うと。そこに価値がある情報なのかっていうのは人の伝え方によるから、うん、それを価値をつけるのが営業マンの役割だと思う。一時期マスコミで叩かれたのをテレビで見て植え付けられたのかな。まあ違法行為をしてる会社もあったにはあったから、摘発された会社もあったから、あったから。うん。だけど、例えばマルチレベルマーケティングもあったけど、マクドナルドだってあったし、食品偽造問題とかいろんな会社がいろんなジャンルで、いろんなことに刑法で引っかかったりしてるはずなのに、なんかそこをフラットに見れないっていうのは、なんか俺は変だな、フェアじゃないなとは思うけどね。なんでマルチだけこう悪い悪いって言われるんだろうっていうのは。だからどちらかっていうと、素人の末端会員が多くなる仕組みだから、教育が行き届かないっていうのがダメな仕組みだと思ってる。マルチの欠点はそこ、誤解が広がりやすいツールではあるんだよ。だから素人が末端会員どんどんなってくから、再教育できないじゃん。だから俺はそこは問題だなと思ってたね、マルチやってて。だからなるべく末端会員のところに会いに行って、全国回ってこういうもんなんだよっていう講演会はずっとやってた、うん、それで勉強しに来ないやつは知らんって言ってたね、うん、自分の都合で勉強もしない、本も読まない、調べもしない、儲かるよ儲かるよって言ってたら信用なくすに決まってんだろって言ってた。ただ俺は別に信用なくさなかったし、むしろどん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 儲かって信用を手に入れてったから、信用なくすやつは信用なくすやり方をしてるっていう風に教えてたんだよ、うん、
信用を得る人は何やっても信用を得るんだよ。だからマルチで表彰されてね、毎月毎月何十万も取ってた時、俺もやりたいっつってたけど、お前ふざけんなよっつって、お前やりたくねえっつってたじゃねえかよって言ったもん。金入ってきたらやりたいとかふざけんなっつうの。そんな甘くねえよって。お前勉強しながらダメっつったもん。俺はだから、断ることの方が多かったね。君向いてないからやめた方がいいよとか。俺、無理に買ってとか登録してって言ったこと一回もないの。あなたはやめた方がいいですよっていうことの方が多かった。向いてないですって。上にいる人が儲かる仕組み、下の人はスズメの涙程度とかテレビでやってた。それはね、資本主義がそういう原理で、会社の社長が一番儲かるんですよ。で、専務と常務と、で、もっと言うのは社長よりも株主の方が儲かるんだよ。サラリーマンが一番儲からなくて、アルバイトが一番儲かんないの。それって、ネットワークビジネスだからっていう人いるけど、日本社会全体そうでしょって言って。で、もっと言うなら、ピラミッドの底辺だからみんな嫌なんだよ。だからバイトとかブラック企業叩くでしょ。ね、ブラック企業だとしても自分がトップだったらいいでしょって言ったらみんないいって言うんだよ。で、ネットワークビジネスっていうのは自分の組織、株組織を作る仕組みなの。だから上が儲かるんじゃなくて下を作る仕組みなのね。そう。で、下を作らないやつに限って上はいいな、上はいいなって言ってんの。お前が働いてねえだけだわって言ってた。俺だってゼロから始めてんのよ。みんなゼロから始めてんの。だから、やったらやった分だけ稼げる仕事なんだよって言ってた。うん。アップよりも稼げるよ、全然。うん。上が儲かる仕組みじゃなくて、行動した人、結果を出した人が結果通りにお金をもらうの。で、青天井なのね。まあ、厳密に言うと青天井じゃないんだけど、一つの1万5千円で商品買ったら300万ぐらい手に入るのよ。よくない?で、俺は最後にこう言ってた。俺が今持ってるこの話よりもいい情報があったら僕それやるんで、話くださいって言った。1万5千円で月300万円稼げる話、僕持ってないんですよって。で、こんだけいい情報でって2時間ぐらい喋った後に、こんだけいいと思ってる情報で、他にいい話があるんだったら僕やりますって言ってたね。うん、そう。下を作るっていうか、販売網を作る。ネットワーク。流通網を作るからネットワークビジネスっていうのよ。でしょ?そもそもね、マルチレベルマーケティングのマルチの意味を分かってなくて、あ、これマーケティング用語で、日本がやってるのってマスレベルマーケティングって言って、エリアを区分けする、マスに分けるの。例えば東京支店、千葉支店っていう風に、北海道支店とか、マスに区切ってエリアを拡大していくやり方をマスレベルマーケティングって言うんですよ。美咲ちゃんおはよう。で、そうじゃなくて、例えば俺ら東京に住んでるけど、北海道にいきなり飛んだり、海外に飛んだりとか、マルチレベルで飛んでいくビジネスモデル。要はネットワークビジネスっていうのは、そのインターネットの普及のさせ方とかと似てるのね。情報の通信網とかと似てるの。だから、そのマスレベルマーケティングっていう意味じゃなくてマルチレベルマーケティングなの。要は場所の制約がないって意味なんだよ、あれ。だけど、そのマルチっていう意味すらも答えられないやつが多すぎるの。マルチって何?って。マルチって良くないやつでしょ?つっても、マルチって何?って言われた時に、わかんねえわって。ってなっちゃうの。勉強不足なんだよ。つながりが増えて価値を変えられる。人として常識を学べる。そう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 。マルチやってる人からしたら、今の俺のプレゼン聞いてダウンラインで欲しいって思ったでしょ。俺言ったらめちゃめちゃ伸びるよ。はっきり言うけど。未だになってくるもん。月収数千万取ってる人から一緒にやろうよって。もう4年もブランクあるんだよ。未だに和道とやりたいって。だから俺金積まれるよ、本当に。500万ぐらい手元にキャッシュ出すからやってくんねえみたいな。2年縛りでとか。プレゼンテーターいなくて困ってんだよとか。今のはまあ、その、なんつうの。ちゃんとした身なりも整えてないし、本当はもっとかっちりスーツ着るし、かっちりちゃんと、なんつうの、綺麗な格好してやるよ。喋り方もこんなざっくばらんじゃなくて、ビジネスマンとしてちゃんとやるよ。今放送だから手抜いてるけど。新しいフォロワーさん、フラワーさんフォローありがとう。多分ね、今ね、マルチやってる人はね、ワドを口説きに行こうかなって思ってるよ。多分。何やっても成功できるんだよ。
ちゃんとちゃんとやれば。でもね、あの詐欺だとか儲かんねえとかうさんくさいって言ってるやつはほっといていいんだよって言ってる。だってさ、そういうやつらって儲かってないんだもん。儲けたいんでしょって、仕事したいんでしょって、億万長者になりたいんでしょって、人よりも豊かになりたいんでしょって、そいつらと価値観が合うわけないじゃんって、うん、やる気がある人を選んで誘わないと本当に伸びない。絶対伸びないね。うん、だからやる気のない人は相手にしない方がいいよ。はい、クロージングです。ありがとうございます。今ネットワークビジネスアンチが一人ネットワークビジネスにハマる瞬間です。はい、2時間あったらやっぱいけるな。30分しか話してないけど、まだまだ現役いけるぞ俺、うん。でクフがあれだよ、 URL 貼って誰かが来たらもう大儲かりですよ僕は。でもやる気ないです僕は、うん、I can do it。 懐かしいな、峠達也さん思い出すな。とりあえず人数って感じで誘う人もいるよね。あれがうざい。うん、若いうちは勢いでいいんじゃないかなと思うけどね。うん、勢いも大事だと思うよ。ただ勢いができた時に絶対うちはもめになるから、適当にやると。そこをがっちりできるリーダーみたいなのがいないとダメだと思う。新しいフォロワーさん、ケンタさんフォローありがとう。でもネガティブなイメージはなくなったでしょ。できるだけフラットになったでしょ。工夫。うん。だから誤解と偏見っていうのが、あのね、なんでネットワークビジネスってなくならないのかっていうのをね、調べた方がいいよ。で、調べていくと面白いことに、日本の大手の会社とかが子会社作ってやってるから、ネットワークビジネスって。めちゃめちゃ笑うよ。だからね、その現実を知らないだけなんだよ。もう超有名な大手企業が出資してやってるから、名前変えて。で、要は興味がない人は誘っちゃダメってことよ。興味がある人を作らないといけないの。なんで君景気いいのとかさ、なんか君が使ってんの何なのって聞かれるぐらいじゃないとダメだよ。だからネットワークビジネス儲かるよって言うなって言ってた。ニュースキンは会員ノルマがあって強引にセミナー連れて行ったって友達言ってたから疑心暗鬼になるわな。ノルマがあるんじゃなくて、ブレイクアウェイっていうのはそういう仕組みなのよ。なんか、あのネットワークビジネスっていうのはバイナリーシステムとかね、ブレイクアウェイシステムとかいろんなビジネスモデルがあるんだけど、あのニュースキンとアムウェイっていうのは同じビジネスモデルで、2段階の代理店システムっていうやつなの。要は自分の紹介者から2段までしかもらえないのかな、うん、だからその会員を獲得、要はその会員を誘って収入を得るための仕組みに30万かかるのよ。だから30万分の在庫を抱えるの最初に。で売れなくて結局ネットに出回っちゃうっていうのが問題なの。だからニュースキンの商品安く買おうとか、アムウェイの商品安く買おうとしたら在庫が売れなくてヤフオクとかでバーって出回ってんのよ。俺はブレイクアウェイはちょっとあの敷居高いかなと思う。売れる本物のキャリアがある人がやった方がいいと思う。その代わりね、売れた時にリターンがでかいんですよ。本当はね、利益率一番高いのバイナリー、あ、ブレイクアウェイなんだけどね。強引にセミナーに連れて行かれたのはニュースキンのせいなのか、それとも強引に連れてったやつが悪いのかって考えた方がいいよ。
だってニュースキンで成功してる人って超億万長者なの。アムウェイで成功してるって超がつくほど億万長者なの。で、果たしてアムウェイが悪いのか、その強引に誘った友達が悪いのかっつったら、俺は強引に誘った友達が悪いとしか思えないの。じゃないとアムウェイ潰れてるわけじゃん。そう思わない？それってさ、アムウェイが悪いんじゃなくて、その友達が悪かったんじゃないのって言わない？俺正直言うよ。冷静にネットワークビジネス反対派だとしても、フラットに見て因果関係絶対そこに問題があると思うよ。ビジネスマンとしてそれ嫌々連れてくって絶対さ、クロージングできないじゃんって。なんで興味ない人連れてくの？だから人生変わるからとか言っちゃってんだよ。人生変えるのは自分だって。人生は自分で切り開かないとダメなのよ。人に会っても変わらない。いい話あるって言われた時絶対答えてたもん。ビジネスマンの時いい話なんかねえよって。 みんな頑張ってんだよって。そう思わない？ いい話あるって言われてさ、あるよっていうやつ俺信用しないもん。いい話なんかねえよって。 逆に俺が聞きてえわって。だからネットワークビジネスで儲かるよって言ったことも一回もない。儲からねえよって言ってた。じゃあなんでやってんの？俺は儲かると思ったから。普通の人は儲かんないと思うよって、はっきり言ってた。一部の人間しか無理だよって。だからね、嘘をつくからダメなんだよ。嘘をつかないで正しく言うことが大事。誤解がないように。友達がお見合いパーティーで仲良くなった女子とデートしようって話になって、遊園地の予定がなぜかセミナーになった。詐欺だよね、それは。だからそういうことするから、そういうことするから信用を落とすんだよ。そいつがやってること間違えてるじゃん。そのデートに誘ったのにセミナーに連れてったらさ、信用を失うじゃん。それアムウェイが悪いんじゃなくて、そいつが悪いとしか思えねえもん、俺。そんなやつ信用なくすに決まってるじゃん。そんなのさ、会員になるわけねえじゃん。バカでしょ、やってること。ネックさん、儲かるよ、儲かるよばっかりの誘いが多いもんね。ちゃんと理解するまで説明。そう。ちゃんと理解した上でやるかやらないかなんだよ。そう。で、もっと一番大事なのは、和道と組みたいって言われるかどうかなんだよ。ネットワークビジネス、アムウェイの仕組みを完璧に説明していいって思った時にさ、別の人でもできるの？別の人でも登録できるんだよ。だったら優秀な人間と組みたいのは人間の心理じゃん。だから、最終的には、和道となったらやっていける気がするわっていうのが必要なんだよ。だから俺は、そこには自信があったね。俺は、ほんと行動するし、やる気あるよって。俺、儲けたいもんって。だからお前が儲かんないと俺、儲かんないから、お前が本気じゃないと困るって言ってたね。だから、半端なやつと組みたくないから、半端な気持ちだったら、やめてって。で、もし、本気で一緒にやろうって言うんだったら、やろうぜって。俺は正直。だって、俺、4800万。4800万、800万、嘘つけ、ごめん、嘘ついた、今。4800人って言おっしゃ、4800万人って言っちゃったよ。完全な嘘だよね。4800万人会員いるわけねえだろっていう。俺今超吹いた、吹かしたな。4800人ね。ごめんね、今のは嘘。4800人ね、俺のダウンラインは。アクティブで4800。いや、壮大な嘘をついたよね。俺だけど、この講演会だったら、1000円、2000円取っていい内容だと思うよ。普通にだって、1000円、2000円でセミナーやって、50人ぐらい来たかんね、毎月。口コミで。4800人とかえげつない売り上げだったんだ。俺のね、商材、毎月1万5000円しかかかんないやつだったから。で、それが売上ベースでしょ？会社に入る。で、その何パーだか、俺20万ぐらいだったね、マックス。15万、20万とか。で、ルームシェアやってて、その売上がね、15万、20万あったから。だから、毎月不労所得でね、30万、40万とかでしょ。そんな感じ。そんなにうまくないですよ。ただ、何がでかいかっていうと、ずーっと遊んでても入ってくんの。15万とかが。で、増え続けんの。うまくいくと。減ることもあんだよ、もちろん。だけど俺の場合うまくいってたのね。伸びてた業種だったから。だからある程度まで行くことをブレイクスルーって言うんだけど、だからよく言うんだけど、そのまあ15万少ないじゃんって。俺は少ないと思うの。ただ
バイトするね、月何百時間っていう時間を使わないで15万勝手に入ってくるから、遊んでるだけで入ってくるのはでかいよって言ってた。うん、時間拘束がないから、ある程度まで行くとそこまで頑張ったら超好きになると思うよって、その業界が。ただ寝ないで働いてたけどね、ほんと全国飛び回ってたから。時間を変えるっていうのはでかいよ。だからさ、今ってさ、やる気があってさ、勉強もする時間もある人いっぱいいると思うんだけど、FX って元で30万から100万最低はかかるわけだ。だけど、1ヶ月1万5000円で、その、月300万稼げるモデルっていうのを俺は知らないの。本当に知らなくて。うん。インターネットだってさ、ドメイン代とサーバー代でさ、やっぱ、1万円ぐらいかかってたの。かかってんの、俺は。あ、年会費か、それは。かかってねえな。でもまあ、インターネットビジネスよりも、インターネットビジネス青天井だけど、信用を自分で作んないといけないじゃん。だけど、商品開発とかさ、その、OEM って言うんだけど、なんだろう。そういうサプリメントのパッケージであったり、本社があって、セミナールームがあってっていう、場を用意されて1万5000は、俺はコストパフォーマンスいいなと思ったんだよねって言ったら、まあ確かにそうだね、つって。で、それ元手に儲かったら自分のビジネスやればいいじゃん、つって。うん。でも俺はもうネットワークビジネスやめました。僕は絶対にこの先やりません。理由を知りたい人は、わかるかな？理由を知りたい人いるかな？俺はちなみにこんだけネットワークビジネス熱弁したけど、ネットワークビジネスもう二度とやんない。絶対やんない。うん。絶対やらないです。うん。なんでかわかる人いたら、くっそ頭いい人だね。うん、それよりもね、いいビジネス見つけちゃったから。うん、理由知りたい？俺はこれからの先の時代っていうのは、配信者の方が儲かると思ったから。情報コンテンツの方が絶対質が高いの。で、極端な話、和道っていうのが商品だから、すごく難しいんだけど、和道っていう名前、商品自体自分にしちゃって、自分の名前がバーンって言ったら、何やっても食ってけるんだよ。YouTube でも、ネームバリューさえ上がっちゃえば、配信でも食ってける、YouTube でも食ってける、メルマガでも食ってける、何やっても食ってける状況って作れるじゃんっていうのを発明しちゃったの。で、俺は、それをコンテンツホルダー理論つって自分の理論化したのよ。ちゃんとマーケティングがあるの、自分の中に。で、それを証明しちゃったんだよ。ネットワークビジネスどころじゃないんだよ。今さ、1200人の俺フォロワーいて、1200人で和道のこと好きって言ってくれてんの。で、その人たちが、今ね、毎月花火とか打ってくれるんだよ。こんないいビジネスなくない？ネットワークビジネスってさ、あれじゃん。商品のネームバリューが上がっていくだけだから、結局、アムウェイとかが有名になっていくだけじゃん。確率的に言ったら。中島かおるとか、北コンさんとか、有名な人いっぱいいるよ。高橋歩とか。でも、そっち側よりも、俺は、自分自身を商品にして、自分のファン増やしていって、例えばなんだけど、10万人のツイッターフォロワーがいますと。で、10万人が100円のコンテンツを俺が作ったとしよう。LINE スタンプ作りました、和道っていう。で、10万人いたら俺100人に1人は買ってくれると思ってるから、1000人買ってくれるんだよ。で、100円のコンテンツ1000人買っただけで、いくらだ ?100 円の1000人だから、10万円か。成り立つでしょ。それ、3個作ればいいんだよ。T シャツの作って利益率2000円だとするんじゃん。それ20万なんだよ。無敵なんだよ。自分を商品にしちゃうと。だから、なんつうの。結局、アムウェイが有名になるよりも、自分自身を商品にしたら無敵状態になるから、ホリエモンがなんで会社作らないのかって言った時に、ホリエモン研究してそれ分かったんだよ。ああ、やっぱタレントなんだと思って。しんどいからみたいな簡単な理由じゃん、そう。違うんだよね。やっぱ、自分が商品の元にならないといけないと思ってたの。要は、アムウェイとかやってて思ったのが、こんだけ売り上げてるのに、給料これだけしか入らないのかっていうのに結構愕然としたのよ。自分の中で。だけど、自分が商品だったら、利益率 100% なんだよ。あとはコラボって言って、提携先をどうするかで、折半にしたとしても 50% 入ってくんの。いや、例えばメルマガとかなんかさ、自分でサーバー持っちゃえば、全員そのまま入ってくんのよ。
そういう時代が来るっていうのが分かったの。与沢翼のファンは与沢翼のこと買い続けるじゃん。セルフブランディングってやつなんだけど。で、その上でどうやって勝っていくかっていうのは、俺はコンテンツだと思ってんの。いや、俺ビジネスマンだからね、一応。元ね、元。それ本気でやってきたから。本気でやるっていうのをね、普通の人はなかなかできないらしいよね。それがわかんない。俺配信も本気でやってきたし、ネットワークビジネスも本気でやってきたから。だからまあ普通にできますよ。だってさ、例えばさ、俺って今ネットワークビジネスやってる人からしたら超魅力的でさ、例えば俺ってどういうことかっていうと、俺にネットワークビジネスで本気で惚れさせることができたら、ね、俺がやるって言ったら、毎日何人見る？ 5,000 人ぐらい見るぜ、毎日放送分回したら。で、5,000人にプレゼンテーション毎日できるやつなんかいないじゃん。で、今、クフはワドートだったらやりたいって思ってくれたわけでしょ？ね？この中にロムセンさんもいるはずなんだよ。ワドートだったらうまくいくかもっていう人。これってすごいことで、5,000人のうちさ、50人ぐらいいると思うよ。ワードをやりたいって。100人に1人ぐらい。俺、ちょっとやりたいわ、つって。元で1万5000円あるわ、とかさ。そしたら、その先の人とかがいるわけじゃん。Twitter とか Facebook とかのフォロワー。年寄りになっても成り立つの。ネットワークビジネス？まあ、年寄りで稼いでる人いっぱいいるよ。いや、今でもビジネスマンだ。ずっと見続けてしまうもんな。ちなみに俺もやってないです。期間1年と決めたから1年がむしゃら。あ、じゃあ、あれだ。会員登録だけしてて、収入だけ入ってきてる感じだ。まあ、そういうもんですよね。ネットワークビジネスは期間集中して、バッとやって、バッともうずっともらい続けるのが一番効率いいと思う。それ正解。だけど、ネットワークビジネスの一番いいところは実は金じゃなくて、これやったら気づくんだけど、トップの億万長者と友達になれるっていうのが一番でかい。だから人脈の広がり方がえげつないの。普段絶対に会えない層と会えたりするから、そこは面白いよ。やっぱり芸能人と飯食ったりできるようになるから。年寄りなら年寄りのネットワークがあるはず。っていうか、年寄り向けのビジネスって言われてるね、ネットワークビジネスは。口コミ、主婦とかおばちゃんとかに向いてるって言われてる。もともとおばちゃん、っていうかね、これね、結構裏話なんだけど、もともとね、ネットワークビジネスって、宗教にすごく似てるって言われてるのは、もともと宗教家が始めたビジネスモデルなのね。ユタ州で始まってるんですよ、アメリカの。っていうね、歴史とかも勉強してないから、わかんないんだと思うよ。なんで宗教臭いのって。宗教家が始めたビジネスモデルだから。パソナの人と会えたんや。違う違う。パソナの人が仕掛けた会社だったの。ネットワークビジネスのオーナーがパソナの人だったの。やばいでしょ。俺はその人がきっかけでやるって言ったの。だって、上場企業3社作った社長がネットワークビジネス作ったって言ってさ、その人と会えるだけでも奇跡なのに、その人と一緒にやろうよって言われちゃったんだもん。やるでしょ。俺はそれだけでビジネスマン食いつくって。だから、俺の会員って、本当の起業家？本当の固い仕事やってる人が多かったの。まあ、パソナの南部さんに会いたいっつって。宗教は儲かるよ。だからすごかったね、本当に。上場企業の社長がトップで、ネットワークビジネス始めるっていうのは画期的だったからね。ありえねえっつってたもん。やばいじゃん。競争。だから、俺は AKB も宗教だと思ってて、前田敦子教とかだと思ってるの。だから、そういう時代なんでしょ。人間は誰かにすがりたいんだよ。誰かを神格したいっていう欲望があるから。依存したいとかさ。だから、全然未だに講演会とか、仕事選ぶけど、講演会とか来るよ。ワード喋ってくんないっつって。でも、ネットワークやめちゃったし、もう生活保護になったからダメだよって言って断ってて。そこは正直言わないダメじゃん。一回受けちゃったんだけど、やっぱ叩かれたから、生ポのくせにとか、ネットで。だけど今生活保護抜けたし、配信で食ってってるから、だから昔こういうことやってましたよっていうのは話せますよとは、営業かけようと思ってるけど。っ
テレビじゃなくて、いや、インター、俺の計算用か。なんでネットテレビやってんのか。本当は YouTube でもいいと思ってんだけど、テレビの普及台数とスマートフォンの普及台数、どっちが多いですか？これだけなの。単純に。テレビの数と、スマートフォンの普及台数、スマホプラスパソコンね。いや、インターネットツールっていうのの普及台数どうなってるのかっていうのをデータで見てるのよ。で、スマホって今1人2台とか持ってるぐらいの普及台数なのね。テレビよりもはるかに強いツールなの。わかるでしょ？これだけで。わかるでしょ？っていうことは、日本中の1億2000万人のうち、まあ子供とかもいるから、1億1000万人ぐらいがターゲットなのよ。ただおじいちゃんとかおばあちゃんは、ちょっと除外するけれども、それって年齢が死んで入れ替わっていくから、俺が40歳になった時に、1億人に対してアプローチができるツールっていうのは強いのよ。なんでかっていうと、1億人の中でワドを好きな人何人集めるかゲームなのよ。だけど、ネットワークビジネスっていうだけで嫌いっていう人がいるのよ。ネットワークビジネス嫌いっていう人に対しては、ネットワークビジネスいいですよってプレゼン打たないといけないからめんどくさいのよ。そうじゃなくて、俺のこと見てくださいって言って、好き、嫌いっていうのは顔でも何でもいいの。喋り方でも何でもいいの。とにかくその、お前旅やってるから好きとか、音楽やってるから好きとか、宗教面白いから好き、話が好きだから何でもいいのよ。これを、なんで今の人はやらないのかっていう。しかもお金かかんないのよ。うん。だから、どんな人でもスーパースターになれちゃうわけでしょ。うん。テレビを超えるツールなんだよ。確実に。それ上場企業の動きとか見ててわかるでしょ。アメバ TV とか見ててもさ、LINE ライブとか見ててもわかるでしょ。本気じゃん、彼ら。電通博報動画。もうテレビダメだってわかってんだもん。ただテレビは寿命長いよ。おじいさんおばあさんでスマホ使えない層がいっぱいいるから。ただ確実にその層がガクンって死んだらどうなる？テレビ売れなくなるぜ。でしょ？じゃあ、やるしかないじゃん。新しいフォロワーさん、リディア F の動画さんいらっしゃい。配信サイトは作らないです、僕は。うん。なんでかっていうと、会社の動き方をしてないでしょ。これよく言うんだけど、俺はなんでビジネスマンで会社で成功を諦めたかっていうと、部下を育てるのとかって大変なの分かってるのよ。給料払わないといけないし。で、1億円ぐらいの売り上げを作って、純利益を1000万残しました。利益率 10% ね。で、その、1000万残しても会社に分配しないといけないでしょ。だから結局月収100万ぐらいなんだよ。1億円稼いで月収100万とかなんだよ。だったら俺、1万人とかにチヤホヤされて月収100万でいいやって思うの。俺多分1万人フォロワーいたら多分月収100万になるはずなんだよ。俺の計算だと。なりそうじゃん。でしょ？だって今1000人のフォロワーで、1200人のフォロワーで、ねえ、このペースで稼げてるわけでしょ？ 20 万、30万って稼げてるわけじゃん。多分1万人いったらもっといくはずなんだよ。200万とかいくはずなんだよ。うん。だったら200、ね、1万人に、わだ面白いとか、ああだこうだって言われてさ、200万稼げた方がよくない？うん。そうそう、プレイヤーの方が気楽なんだよ。そう。ただ会社運営、でもね、個人の時代になると思うよ。やっぱね、組織で給料払っていくの難しくなっていくと思うから、能力のある人にガンガン稼がせようって言ってさ、なんか、ね、ウェブも Google が仕掛けてるし、YouTuber って仕掛けてるし、配信サイトもこうやってふわっちが仕掛けてるわけじゃん。だからね、二極化が始まると思う。もう、ずっとアルバイトの人、官僚とか東大卒とか上場企業の人、あとは自由人。この三つの層に分かれると思ってる、俺は。うん。それが俺のビジネスプランかな。だから本気で、あとね、気楽だね。ネットワークビジネスだと部下を食わせないといけないという責任があったけど、ね、責任ないもん。好きなこと言ってるだけだもん。本当に。うん。リスナーの人生変えてやるとか思わないもん。俺と一緒に仕事やろうとか全然ない。うん。
みんなはみんなで好きな人生を歩んでくださいっていう。で、もしよかったら花火とかで応援してもらえたら食っていけるんで、まあ、可愛がってくださいっていう。この放送好きな人はアイテムくれるとめっちゃ嬉しいですっていうだけ。うん。で、食えなくなったら放送時間が減るだけだからっていう。バイトとかしてっていう。うん。だから、生かすも殺すも、俺が頑張って、配信やって、リスナーさんに可愛がられてなんぼだなと思ってるね。要はなんか最先端なものの方が面白いって感じだね。リスクも高いけど、儲かる可能性が高い。だから、ネットワークビジネスっていうのが始まった時ってめちゃめちゃ儲かったらしいんだよ。先行者利益って言うんだけど。だからネットワークビジネスで今から中島かおる超えるのって難しいじゃん。だったら、ネットは今まだできたばっかりの文化だから、中島かおるになれる可能性があるんだよね。マネージャーさん、いってらっしゃい。頑張ってください。いってら。そういう感じかな。新しいフォロワーさん、ゆうたさんフォローありがとう。楽しんでってください。おはよう、大福さん。おはようございます。いらっしゃい。なんかこれからはネットでガンガン稼ぐやつはどんどん出てくると思うよ。要は、ネットワークビジネスって、あくまで営業で稼ぐっていう感じだったけど、これからの時代のすごいところは、もう好きなことやって稼ぐ時代なんだよ。本当に。もう遊んでるだけで稼ぐ時代が来ちゃったんだよ、ついに。貴族みたいになったんだよ。そう。本当にこれはすごいことだと思うよ。うん。もう、要は、ゲームをやってるだけ、歌を歌ってるだけ、喋ってるだけ、可愛いだけ、それでも稼げるんだよ。すごくね？俺、ありえないと思うよ。家の中で部屋でダラダラしてるだけで稼げちゃうんだよ。革命だよ、これは。すごい時代が来たよ。その中でもね、ライバルがどんどん増えてってるわけだから、他とはね、格差、なんつうの、やり方を変えていかないと思うけど。じゃあ一旦話終わったんで出席確認取ります。今見てる人手挙げてください。出席確認取ります。そうそうそう、自分がやりたいことで稼げるっていうのはもうほんと夢みたいな話だよ。今見てる人手挙げてください。出席確認取ります。はい、行きます。大福さん、おはようございます。マチルダさん、おはようございます。クフさん、おはようございます。ティーハタさん、おはよう、おはようございます。今川さん、ロム、全然 OK だよ、ロムで。おはようございます。ちょっとアクティブ少ないかな。アキランさん、手挙げてくれてありがとう、おはよう。ユートビッチさん、おはよう、いつもありがとう。お、濃い味、久しぶり、おはよう。ゼリー、ロム、おはよう。ユータさん、フォローありがとうございます。マルさん、手挙げてくれてありがとう、おはよう。ヨシさん、おはよう。おはようございます。みんな、おはよう。おはようございます。まあ、だけど、本当にね、ネットじゃなくても、バリバリやった方がいいよ。何でも稼げる時代なんだから。昔なんか稼げる媒体がなかったんだから。オタクさん、おはよう。うん。これはすごいことだよ、本当に。本当に奇跡みたいな話なんだよ。バカは食えないっていうのはもう原始時代からそうだから犬とかでもそうだと思うよ。犬でバカなやつって多分ね食えないんだよ、ね、猫もそうだと思う。だから動物と変わんないんだよ、うん、バカは食えないんだよ。だから勉強しないとダメでしょ。ハンドメイドアクセサリーは俺ありだと思うけど、ネットで販売するのか、ありはありなんだけど、尖ってないとダメだっていうのが俺のコンテンツホルダー理論なんですよ。要は、精度の高いものを作らなくていいの。そうじゃなくて、その人にしか作れないものを作ったら勝つっていうのが俺のコンテンツホルダー理論なのね。だから、ハンドメイドアクセサリーっていうのはコンテンツホルダーじゃないのよ。
このハンドメイドはこの人しか作れないっていうのが実はニッチなんだよね。で、日本全国とか世界にマーケットでインターネットが繋いじゃってるから、この人の商品じゃないとダメなんだっていうブランディングをしないとダメだと思う。何でもいいから。それはどういうことかっていうと、世界で一番新しいものを作らないといけないの。で、そう考えると難しいかもしれないけど、俺がインターネットで説明するときはこういうことだよって、そんな難しくないっつってたよ。歌が上手い人は5万といると。だったら君は、ハゲだったら、ハゲてて歌が上手い人になればいいって言ってんの。可愛くて、世界で一番可愛くて歌が上手いとか、世界で一番可愛いって言ったら変だけど、歌が上手い上に、その中で一番可愛いとか。だったら、君ギターできるって、ギターできます、歌歌える、歌えますって。それだとみんないっぱいいるから、水着で歌おうとか言うの。俺のブランディングの人。女の子だったら。とりあえず水着になって裸でギター上手かったら、絶対ウケるからって。だから、そのコンテンツホルダーっていうのは、その、今までになかったジャンルを組み合わせればいいんだよって。説得力のある解説。俺はそういうことだと思うよ。だからキャラが被るっていうのはライバルができちゃうから、派閥ができるから客の取り合いになるから。クロムハーツの初期もそれ。だから、ハンドメイドなんだけど、ここはこういうのが売りなんですっていうのを的確に作れば、大丈夫だと思うよ。そう、今までなかった概念。世の中には変わった人いっぱいいるんだよ。だから変わった人が変わったものを好む人っているから。だからその似たり寄ったりのものとかパクリはダメになってきたんだよ。コピー品とかがダメになってきた。俺極端な話なんだけど、結構推奨してるのが、普通の商品なのに、普通のハンドメイドで、普通の主婦が作ってるハンドメイドなのに、500万って値段つけたらヤフーニュースに載ると思うよ。ネットが騒ぐと思うの。お前こんなくだらねえものに500万ってどんな気が狂ったババアだよっつって、バーって取り上げられると思うの。1億とかでもいいのよ。もうぶっ飛んだ値段をつけんの。普通のハンドメイドを5億で売る主婦とかやってごらん。そしたら噂が噂呼んでネットとかで叩きが始まるから。そしたら物好きな金持ちが面白いっつって1個買ったら5億円手に入るんだよ。でしょ？でしょ？私が超幸せになるハンドメイドピアスとか作ってみなよ。5億で。原価5円とか書いてみなよ。それめちゃめちゃ話題になると思うよ。だからそういう尖ったことができるやつが多分稼ぐ時代なんだと思うよ。はっきり言って詐欺ですとか説明欄に書いておくんだよ。私が幸せになるために5億という値段を設定しました。誰か買ってくれると私が超ハッピーになります。よろしくとか書いてあったらさ、絶対俺2ちゃんが大騒ぎすると思うもん。で、世の中のバカが買うっていうか、その中に。もし買ったらラッキーだよなっていう。そんな感じかな。わかるでしょ？でも面白いじゃん。そういう、なんか、その世界初で尖ったことができるやつっていうのは、俺は全然食っていける時代だと思うよ。だから無難なことやったらダメなんだよ。そう。500万でも5億でも別に一緒なんだから。誰も買わねえよって思うでしょ。実は買うんだよ。これ面白いんだけど、人数が増えてくると、これビジネスってどういうことかっていうと、ビジネスの原理を教えてあげる。今から1個言います。皆さん手挙げてください。皆さん手挙げてください。お願いします。じゃあちょっと待ってみましょうか。ちなみに言うと、今85人が見てます。今85人。今85人ね。ちょっと今思考テストっていうのをやってるから。これビジネスの原理を教えてあげる。ちょっとタイムラグがあるから待ってて。85人ね。大福さん1人。1人。マチルダ2人。ティーハタさん3人。3人。クフさん4人いました。コウさん5人。これ OK？ じゃあ5人で打ち切ろうか。要はこれだけです。ビジネスっていうのは。これがビジネスなんですよ。わかる人いる？これってビジネスなの。マルさん6人ね。じゃあ85人いて6人手上がりました。これがビジネスなの。で、これが1億人とかになったら、この確率で手が上がるんですよ。もっと面白いことやるね。これどうしてビジネスなのか分かんないって思う人がいるから。じゃあ誰かお願いします。何でもいいんで、風船でも花火でも何でもいいんで、今回だけ、
普段言わないんですけど、ちょっと思考実験でアイテムをください。誰かな、1円でも100円でも500円でも1000円でもチョコでも何でもいいです。誰かアイテムをください、お願いします。82人います。どうなるのか見ましょう。これが面白いところです、ビジネスの。もう一回タイムラグあるからね。まあ多分30秒ぐらいで反応がある。はい、ありがとうございますね。マチルダありがとう。これがビジネスだ。普通に見てたら、普通にタダで配信を見てる人からしたら、なんでアイテムあげんのか意味わかんないのよ。でしょ？だけど1億人ぐらいがいたとしたら、アイテムちょうだいって言ったらアイテムくれる人いるんですよ。今1円生まれちゃったの、経済が成り立っちゃったの。だから この母数分母を上げるのと、その手を挙げてくれる人、アイテムをくれる人を増やすのかっていうのがビジネスの。でも厳密に言うと、自分がしたいことをお願いしたい時に何人に声かけられるのかなんだよ、ビジネスの本質っていうのは。だから分母がでかい、声かけられる人が多ければ多いほど確率が上がるっていう、そういうゲームで、その中からどれくらい嫌われてるのか好かれてるのかっていうだけの。マチルダありがとう、マチルダありがとうございます。面白いでしょ。うん、だからあ、ギリチョコありがとうございます、ありがとう。面白いでしょ。うん、だからその10万フォロワーとか行くと食ってけちゃうよっていうのはこの基礎理論なんですよ。うん、ありがとうございます。で、もっと面白いことしてますね。もっと面白いことしてますね。今いる83人さん、絶対に僕にアイテム投げないでください。絶対に投げないでください。投げたら怒ります。絶対投げないでください。投げるなよ。絶対投げるなよ。絶対投げない、投げるなよ。絶対投げないでください。絶対僕にアイテム投げないでください。ね。面白いことに、あ、ギリチョコありがとうございます。投げるなっつっても投げられちゃうんです。これがネットの面白いところ。答えてくれてありがとうございます。期待にね。うん、もうね、面白いんですよ。こういうところが。ギリチョコありがとうございます。面白いでしょ？うん。投げるなっつってんのに投げる人もいるぐらいだから、だから買ってって言わなくていいんだよ。買うなよって言っても買ってくれんのよ。うん。面白いですよ。ありがとう、ギリチョコ。だからまあ、そのなんつうの、自分をコンテンツにするとかいうのは俺は結構おすすめしてますね。はい、まあこれくらいにしましょうか。これくらいにしましょうか。初コメありがとうございます。ためになる話ばかりでいつも楽しく見てます。ありがとうございます。応援します。あ、もしね、面白いなと思ってくれた人はフォローしてもらえると嬉しいです。僕は普段ね、サブカルが大好きで、漫画とか映画とかアニメとかの話ばっかりしてます。あとね、宗教とかにも詳しくて、宗教の話とか心理学とか洗脳についてとか、オウム真理教とかに語ったりとか、そういうサブカル系の話ばっかりしてるんで、トークが好きな人とかね、ぜひフォローしてもらえると嬉しいです。で、今年から日本全国旅をするので、全都道府県回ろうと思ってます。旅配信見たいなと思う人はぜひフォローしてもらえると嬉しいです。新しいフォロワーさん、トゥーさんフォローありがとう。ありがとうございます。トゥーさんありがとう。アイテム禁止ブロックって書いてあっても、アイテム投げる人いたくらい。そうだね。うん。そうそう、今はさ、アイテムと違ってフォローしてくれると嬉しいですって言うと、フォローしてもらったりできるじゃん。うん。これがネットの本質ね。新しいフォロワーさんもう一人紹介します。アンピさんフォローありがとう。これからよろしくお願いします。うん、あ、ビジネス大好きなんだ。ありがとう。うん、でももっともっとすごい理論とかあるからね。俺が知ってるのなんか、個人事業レベルだから、あくまで。世の中にはもっとすごいすごい人がいっぱいいるから。ただまあ、そういう人が配信に出てくれるとは限らないからね。まあ、個人事業で、数十万稼ぎたいなと思ってるぐらいだったら役に立つかもしれないよね、これから。うん、あんまりその専門的な話はできてないけど、うん、嬉しいですね、そう言ってもらえると。うん、新しいフォロワーさん、カズくんさんフォローありがとうございます。もう一人いるかな。もう一人いますね。青たん推しのひとすずむしさんフォローありがとう。 T はたさんフォローありがとう。ありがとうございます。嬉しいですね。旅配信みたい。ありがとう、カズくんさん。ぜひぜひ。
旅配信はね、多分ね、今年の4月ぐらいから始まると思うんで、日本全国もあるんでよろしくお願いします。配信歴、3年と8ヶ月。最近ね、配信でようやく飯食えるようになりました。ワドウと申します。よろしくお願いします。でもネットはね、本当に、もう本当に年齢とかさ、性別とか、いろんなその職場とか収入とかいろんなものを飛び越えてさ、いろんな人と出会えるじゃん。日本中の人、まあ日本語使える人だよね。そこはすごい魅力だなと思うよ。俺はとんでもないなと思ってて、ここはやっぱり魅力っすよ。アイラに喧嘩打ったらブロックされた。ぴょんぴょんかわいそうだな。ぴょんぴょんいらっしゃい。喧嘩打ったらダメよ基本的に。俺もあれだからね、結構めんどくさいやつはブロック入れちゃうからすぐ見るのなくなっちゃうぜ。あんまりアンチコメとかしない方がいいよ。あのもう昔のニコ生のノリ通用しないから。キャスとかフワッチは全然もうガチガチに囲われ系だからさ。一般人のノリが増えたとかでしょうか。どうなんだろうね。うん、何言ったのアイラに。いじめんなよ配信者。大変なんだから配信者って。うん、アイラはすごいよ。1ヶ月で700万稼いだんだよ。うん、あいつはすごいと思うよ。配信で700万稼げたのってアイラが初でしょ。トップでしょ。もっとね、あのリスペクトした方がいいと思うよ。学ぶことは多いと思うよアイラから。ハッタリ、ハッタリじゃないよ、本当に700万稼いだよ。あのふわっちで1000、だって1ヶ月で700万稼いだけど、あの去年の年収2000万いかないぐらいで1000万確実に超えてるよ。ふわっちってランキング見ると相手が、あの他の人がどれくらい稼いでるか分かるのよ。うん、そうなんだ。はったりじゃなくて稼いでるのは本当で、多分今月もう10日間で200万は稼いでるね。うん、これ本当だね。めちゃめちゃ稼いでますよ。ふわっちってだって年収1000万超え10人以上いるよ。なんかふわっち最近見に来てる人は知らないかもしれないけど、ふわっちめちゃめちゃトレンドだよ。おー、リディアさんいらっしゃい。あのフォローありがとうございます。コメントありがとう。楽しんでってください。和道です。だから多分ね、古い考え方の人がいっぱいいるんだよ。ふわっちはもう歴史を変わるし、キャス超えると思ってるね俺は。新しいフォロワーさん、モリピーさん、フォローありがとう。トレンド中のトレンドだよ本当に。俺もでも結構フォローパッと入れる方だね。っていうのも、あのアンチっていうのは、あのお金にもならないし、フォローしないし、ケチつけるだけで、なんかあの1円の得にもならないっていうのはふわっちやってるとすぐ分かるから、俺もブロック100人以上入れてるね。相手にしてるだけ無駄。潰れるって聞いてる。誰から聞いたのそれ。多分思ってるだけでしょ。全然売り上げすごいよ。だってさ、半年前とかさ、10人ぐらいしか配信者いなかったんだけど、今朝方のこの時間でもう63人配信者がいるし、うん、あの売り上げ何千万も上がってるよ月。だって配信者と折半じゃん。だから全部の配信者の売り上げの半分もらってるんだよ。全然儲かってるよ。むしろふわっちシステム改良ばっかりしててやばいよ今。ありがとう、かっちゃんいらっしゃい。誰から聞いたの。モリピーさん、初見さん、あのフォローありがとう。
タヌキの掲示板でニコ生時代のアイラは良かったのにって書かれてた。ああ、解雇中ね。昔は良かったのにってやつね。ぴょんぴょん誰が潰れるって言ってたの？思い込んでるだけでしょ？ぴょんぴょんが。誰が潰れるって言ったのか知りたいな。運営が投げてるだけ？運営が投げてないよ。なんでかっていうと、これね、これ配信画面の機能なんだけど、これみんなと違う画面。これ俺の放送画面ね。で、ここに詳しく見るっていうのをここクリックすると、誰が投げたのか配信者はわかるんですよ。どのアイテムを誰が投げたのかわかるの。こうやって。だから、あ、普段の小手半の人が打ってくれてるんだっていうのがわかるんですよ。だから、そういう思い込みであんまり喋んない方がいいと思うよ。憶測で。ワドさん寝たの？寝てないよ。18タッチの若造さん、おはようございます。あ、初見さんいらっしゃい。フォロー、ぜひお願いします。リスナーさんに個人的に支援したいと言われて、怖いから断りました。ワドさんならどうしますか？僕は断りますかね。はい。特に女性の場合、体目的だったりする場合も結構あると思うんで、いや、花火でいいですって言いますね。個人的に支援っていうのは、断りますね。僕は。FC2 は結構前からやってましたけど、今はふわっちの方がいいでしょうね。FC2 よりふわっちの方がトレンドだと思ってます。まあだから僕、まあ FC2 も長くやってましたけど、ふわっち来てますね。オンラインゲームの課金アイテムが問題になったように、ふわっちも取り上げられたりしないでしょうか？それはわからないですね。そんなことを言ったら、配信自体がなくなるかもしれないし、法規制になるかもっていう話もあるぐらいだから、僕はなんか未来の不確定要素を話するっていうのは結構ナンセンスだと思ってて。で、課金アイテムが問題になったように、ふわっちも取り上げられないでしょうかって言うけど、あのね、そこって実害がある場合なんですよ。だけど、配信サイトの面白いところで実害がないんですよ。被害者がいないんですよ。でしょ？アイテムの場合は、課金をこう煽って、社交心っていうのを煽って、パチンコと一緒で、だから、その、こういうカードを揃えるのとか禁止とか、そういう法律にしたけど、課金自体を禁止するわけないじゃないですか。だから、その、ふわっち自体がなくなるっていうのは確率的に俺はありえないと思ってて、売り上げもガンガン伸びてるから、潰れる兆候って必ずあるんですよ、配信サイトって。なんか、その、パーセンテージを配信者の取り分を減らしたりとか、運営がきついからって言って。だからそういうのが一切なくて、むしろ改良改良で良くなってるんで、ふわっちが潰れるっていうことはむしろないと思ってます。僕は、ふわっちはキャス2年以内に超えると思ってますね。新しいフォロワーさん、二十歳の若造さんフォローありがとうございます。ありがとう。モリピーさんフォローありがとうね。逆になんか潰れる要因っていうのが見当たらないんですよね。天ギフとかお金と見るかっていうのは法規制するかもなく、あ、それはあるかもね。それはあると思うよ。ウェブマネーとかネットのお金っていうのをお金としてみなす動きは絶対あると思う。それはあると思う。だけど、だから、ふわっちが潰れるっていう因果関係が俺は結びつかないかな。浅井さんとのカラオケ配信とても面白かったです。多分日曜日またコラボするかもしれないですね。ふわっちは潰れることないよね。ふわっちちゃんと見てたらわかるよね。こんだけ勢いあるのに、なんか多分半年ぐらい前。あ、ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとう。リスナーさんからの個人的支援っていうのは、なんで個人的にやらないといけないのかって絶対下心があると思うんだよな。で、その下心でも構わないって言うんだったらいいと思うけど。今さ、アイテム投げられる時代なのに、結構怖いと思うよ。個人でやり取りするっていうのは通帳で本名バレるとかさ、住所がバレるとか、あったらね、顔もバレるとか、いろいろあると思うから。その辺は女性は気をつけた方がいいよね。それがあるから金バイとアイラ競わせてる。
どうなんだろうな。俺はぴょんぴょんの思い込みなんじゃないかなと思ってて。っていうのも、俺、アイラ仲いいから、なんつうんだろう。結構なんでその金梅さんとやることになったのかとか知ってて。で、運営がそこに絡んでるっていうのは絶対ないの。だから、それはもう間違いなくぴょんぴょんが言ってるだけにしか聞こえないかな。はい、ワード2、リンゴスター。見返りを求めないとか言われました。見返りを求めないんだったら花火でいいんじゃないかな。どうなんだろう。 FC2 は会社自体がうさんくさいよね。アダルトなんてオウム氏、そういうサイトだからね、 FC2 は。もともとエロ文化だから、あそこは。ふわっちは潰れないと思うのですが、例えば課金に上限とか設けるようなことも必要ないかなと思って。あ、設けることはないですね。なんでかっていうと、儲けるだけ儲けた方が会社も儲かるんで。ああ、そういうことか。リスナーさんが買うのか。それはね、やらないと思いますよ。年齢規制はするかもしれないけど、10代の人はこれしか課金できないとかやるかもしれないけど、金持ちの買いたい人をこれしか買っちゃダメっていうのは違法行為なんですよ、そもそも。憲法違反なんですね。だからその憲法違反を国がするわけがないと思ってます。自由市場に対して口出しする、経済活性化に妨げになるわけじゃないですか。で、ネットに限らずそんなこと、要はこの人はこれだけしか買っちゃダメっていうのを聞いたことがないの、俺は。ネットでそういう政策を打つなんていうのは国がやるはずがない。男の配信者に男が何十万も貢ぐのは何でなんだろう。好きなんじゃん。っていうか、なんかみんな自分の物差しで考えすぎなんだよ。みんながさ、10億円とか100億円とか持ってたらさ、100万ぐらい渡すでしょ。で、10億円持ってる人って日本っていっぱいいるんだよ。そうだね、アイラはね、閲覧稼げるから美味しいって言ってた。だから、金梅とやるっつってた。で、金梅は多分、自分の、リスナーたちを教育したいんだよ。要は、お金払うように教育したがってるんだよ。だから、2人とも双方メリットあるからやってんだよ、これ。アイラは閲覧稼げる、金梅リスナーをゲットできる。競わせることによって、金梅さんはお金をアイテムする癖をつけられるから。そう、利害が一致してんだよ、お互いの。閲覧でトップの金梅と課金でトップのアイラはね、両方ともメリットあるんですよ。で、フワッチも儲かると。三方よしだ。まあ、できるっすよね。金梅さんがアイラ超えられるわけないし、アイラが金梅さんの閲覧超えられるわけないから、お互い分かってやってるよ。警察沙汰炎上芸って個人的には迷惑だと思うんですが、どう思いますか？まあ、逮捕されるべきだと思ってますね、そういうやからは。ネットだろうが何だろうが、違法行為をするやつは、処罰されるべきだと思うから、刑事事件になるようなことするやつはガンガン逮捕されるべきだと思う。北見さん、おはよう。これはネットもリアルも関係ないっていうのが俺の考え方かな。日本に住んでる以上ね。お互いウィンウィンの関係。まあ、そうだろうね。あれは面白い企画だと思った。まあ、多分金梅さんが考えたんだろうなと思うけど。すべてフワッチが潰れそうやから運営がほっとって、運営がほっとって出て、こんなに稼げるアピールしか考えられない。運営がそこにお金をかけるっていう方が俺ありえないと思ってて、サーバー費、広告費とかめちゃめちゃお金かかるんですよ。で、アイラに700万渡すとはとても思えない。アイラに渡すっていうのがとてもありえないと思う。で、俺、なんつうの、アイラと仲いいから、なんつうの、っていうかね、なんか運営が配信者に金を払ってるとしか思えないっていう発想が結構、まあ、それはリスナーさんだからそう思うのかもしれないけど、俺はほら、自分でやってて運営さんからお金もらったことあるのって、リスワンの1万円とかなんだよ。で、デイリーランキングとか20万とか30万とかもらえるのか、デイリーじゃない、マンスリーか。っていう風に公表されてるから、それ以外の裏金みたいなものは絶対ないと思うよ。初めから契約なんぼでって。
いや、まあ そんなのないからな。的確な虚偽通報も捕まえてほしい。あ、明確な虚偽通報。渡さないっていうのは何だろう。違う？何が？何が違うの？もうだんだん分かんなくなってきたんだけど、日本語をちょっとみんな正しく使おうよ。運営から金もらったことは、ちゃんとタイトル取った時しかもらったことないね、俺は。ぴょんぴょんさんのコメント。あ、そういう時リプライ使って。リプライ。俺が誰に打ったかコメントかわかんないから。ふわっちでデイリーの上位10位に入るにはリスナーの数を増やした方がいいですか？デイリーとマンスリーは課金額です。で、リスワンだけです、閲覧数で競ってるのは。デイリーランキングとマンスリーランキングはアイテムの数です。だから稼いでる金額はもろバレなんだよね、あれ。そこがふわっちの面白いところだよね。誰がいくら稼いでるかバレちゃうっていが仕組んだ罠 そうなのかな 何か飽きてきてニコ生ツイキャスフワッチはスマホからはアンインストールした。あ、そうなんだ、スウィンドル。フワッチ作った人は賢いわ。賢いね。本当に運営さん賢いと思う。俺は別にフワッチが罠だと思ってないけど、なんかそうですか まあ罠だというのであれば、まあ罠でいいんじゃないですかね。そうですか。まあでもね、まあ仮にだけど、アイラが運営からお金もらってても俺は別になんとも思わないけどな。ぴょんぴょんさんに実害なんかあんの？何にも実害なさそうな気はするけどね。ないでしょう。じゃあいいんじゃない？どうなんだろう。実害ないんだったらさ、別に大丈夫だよ。他の女の人がかわいそう。あ、何？アイラだけがもらってるっていうの？運営から？アイラだけってこと？あ、そういう言い分なの？俺が想像してたのちょっと違うな。アイラだけが運営からお金をもらってるって言いたいの？そういう話？話がだんだん変わってきたな。そういうこと？ぴょんぴょんさんが言いたいの。じゃあそこは追求しようか。違う、金映えとアイラね。わかった。金映えとアイラね。
おはようございます。おはようございます、チャンピオン。あ、どうもどうも。おはよう。いや、ちょっとさ、許せない話があるんだけど、ちょっといい？お前さ、噂で聞いたんだけどさ、ふわっちから百万もらってるらしいな。どういうこと？いや、もうリスナーがみんな言ってっから、アイラはふわっちの運営からお金をもらってるって。え、どういうこと？いや、もう噂になってっから、こっちのリスナー激おこだから。意味があるね。運営からお金をもらって俺は何をやってる？それでポイントにしてるってこと？そうですね、運営からアイテムをもらってるっていう、もう金梅さんとアイラは、もう運営からお金をもらっ、あの、お金っつうか、まあアイテムをもらってると。それさ、ワドさ、それだったらさ、運営に DM で聞いてみたら？いや、だから嘘なの、分かってる、嘘なんだよ、分かってや、るだろ。違うよ。違うよ。運営ともうグルになってるから、運営さんも隠すんだよ、それは。アイラ、いくらもらったんだよ。もう吐いちまえよ。どうした？今日のノリ。ちょっとそのノリ、ついていけないな。全くないからね、その話。いや、大丈夫おか？前さ、さっきさ、ぴょんぴょんっていうリスナーブロックしたでしょ？うん。ぴょんぴょんが、もう、アイラは運営から金もらってるって、ずーっともう30分ぐらいうちの枠でもうずーっと悪口言われてんの。もうね、いや、なぜかというと、ぴょんぴょんブロックしたのは、レスポンスが全くちゃんとしたレスポンス返ってこないで、もうずれたことしか言わない、ずっと。なんかもう、被害妄想みたいなやつでしょ？だからずーっと言うから、もうお前いいよ、しつこいしつこいっつってて。じゃあ、お前がブロックしたから、そのリスナーうちに来ちゃったんだよ。だから、もう、めんどくせえわってなって、もう、いや、アイランで絡もうと思って。だけど、悪かったけど、いや、だってそれはブロックだってせざるを得なくいや、ない？俺も、いつブロックしようかなって、ちょっと値踏みをしてるんあ、だけ考ど、えて。だってもう、和道のさ、話題とか関係なくさ、言いたいこと永遠言ってるじゃん、多分。アイラと金梅は、運営からもうずっと金もらってるっていう一点張りで、いろんなこと言うんだけど、もうずっとそれで他の女の人がかわいそうだって、他の配信者がかわいそうって言って。いや、そうそう、俺のとこでもさ、俺も話題振ったりしてんだよ、ぴょんぴょんに。で、それのレスポンスが全く関係なく自分の言いたいことを常に言ってるわけ。わかるわかる。だから、お前も話通用しないのか、じゃあもう、痛すぎるから消えてもらうけどっつって、こっちも、いや、あいらどうせ1位だから、なんかいいだろうとか、ずっと、なんか言ってんのよ。わ かる。でもさ、ちょっとさ、普通のアンチリスナーと違ってさ、ちょっとこいつ可愛いじゃん、ぴょんぴょんって。なんか、あ、あとわかね、る？いじりがいがあるそれはね、多分和道の枠の方が多分そういい感じ出してるんじゃないかな。そうこっだちね。の方がね、だって俺だったら直じゃん。要は、金杯とアイラがもらってるって言ってるってことは、俺の場合直で嫌いなその2人の中の1人だあ、はから。いはい、そっかそっか、やりづらいのか。俺、人事だから可愛く見えんのか。そう、タッチ悪かったよ、うちでそうは。かそうか、そういうことタッか。チ悪かった。確かに、お前ふざけんなみたいに因縁ふっかけられたら俺ブロックするわ。なるほどいや、ね。なんかそれがね、すごいね、しかも連投だったから。わ かる。え、俺、このリスナーどうすればいいよ。うちで飼いならしていいいの？や、やかしい気にして。うちでいや、飼いならワすドわ、じがゃ好きに料理して、それわは。かったわ。じゃあ、ちょっとこっち側でこのリスナー、ちょっと調理するから。OK、任せるごわ。めんね、なんかリスナーもらっちゃって、アイラ様から。大丈夫、大丈夫、全然、全然。差し上げますよ、全あ、然。本当にアクティブ1稼げたわ。ありがとおめでとうございます、全然。う。トップ。アクティブトップ。い どうもどうも。いや、稼いでますね、アイラさんは。や、もうこっからキビいから、俺、本当あ、に。キビーの。キビーっつっこって、おから前キ200ビ。万も稼いでんじゃねえかよ。ふざけんじゃねえよ。ただね、金杯が、今月600万稼ぐっていうのを、もう公言してるからね。いや、ないと思いや、違うよ。う、もうね、見つかってんだって。投げてくれる人はもう、後半投げてくれる人はもう見つかって話もついてるっていうことなの。あのね、っていうか、金梅さんが現ナマで600万もらったことあるのは知ってるから、そういうリスナーがいるのは知ってんのよ。え、マジで？マジでいるの。だから、え、それ本当の話？本当の話、通帳見せてもらったし、金も入ってるから、で、ヒカル君も新やちゃんも知ってんのよ。裏側の話だから。で、もう残り何百万しかないとか言ってたんだけど、俺、金梅さんの性格上、ふわっちって半分なくなるじゃん。だから多分ね、裏でもらうと思うよ。いや、その直引きを花火に変えるんだって今月は言ってたよ。いや、じゃああり得るよ。負ける可マ能ジ性あるよ、本当に。ふっとい囲いがいいのは知ってるから。
あ、ちょっとワードをちょっと助けてくれよ。俺がどうやって助けんだよ、お前のこと。どうやって助けんだよ。俺ができるのはこのぴょんぴょんっていうリスナーを俺がどうにかすることだけだわ。いや、マジかよ。ぴょんぴょんは俺に任せろ。俺が飼い鳴らすから。600万の話マジ？600万もらってたのはガチだね、本当に。マジか。なんか金に困ってる素振り、ここ数ヶ月なかったでしょ？あ、確かに。うん、本当に金に困ってなかったし、もう毎晩うまいもん食ってたじゃん。やべえんだけど。うん、ちょっとやばいかもよ。負けるかもすんのよ。うん、いや、もうめっちゃ嫌なんだけど。あ、マジか。いや、大丈夫でしょ。いや、負けんの絶対嫌だから、俺。負けすぎだよ。その時は和道に頼むお願いするわ。な、何をお願いするんだよ。いや、俺には和道がいるって言うわ、金牌に。ああ。多分、うん、なんか、へでもないと思うよ。なんだ、そのアリンコみたいな。マジか。へでもない。吹けば飛ぶ風だよ。うん、まあいいや。いや、ぴょんぴょんはとりあえず、あの、頼むわ。まあ、うちで買い鳴らすわ。じゃあね、頑張ってね。ありがとう。うん、お疲れ。はい、ということでですね、あの、ぴょんぴょん、リスナーさん、俺のことフォローして、ぴょんぴょん。あの、ぴょんぴょん、俺の預かりになったから。ぴょんぴょん、俺の預かりになったから。皆さんおはようございます。サボ神様、ギリチョコたくさんありがとうございます。マキルさんパフェありがとう。15日が締め切り？なんだろうね。うん。どうもどうも。おはよう。ぴょんぴょんさん、うちで預かることにしました。もんちゃんはふわちゅん運営から配信しませんかって来たらしい。そういうスカイトもちゃんとしてる。あのね、最初の頃はありました。最初の初期の立ち上げの3ヶ月間は、いろんなところに、あの、金もらってたのは事実です。で、配信者にはどういう話が来たかっていうと、新八丁とかは、この人スカウトして配信枠開いてくれたらいくら払いますよっていうのは実際あったんです。だからあったことはあったんです。はい。これ初期の初期はありました。ただね、今ないです。今ない。うん。だから、初期の頃ね、キャスの大手とかに声かけてたのは本当だよ。うん。うちでちょっとやってください。いくら払うんでっていうの。ちくしょうとか言って。うん。こっち来てみた。あ、ありがとうございます。うん。ありがとうございます。プリンさん風船ありがとう。押しマークをつけてほしいって何？押しマークって何？なんだろう、押し。ぴょんぴょんさん。あ、和道押しって。ムカつく？いや、いいじゃん。キャラ濃いんだよ。うん。俺が面倒を見るよ。あれか？ちょっとぴょんぴょんのあれだな。フォローしてるの見てみよう。誰が好きなのか。知ってるの。誰だろうな。さとみさん。小粒さん、サータン。女の人が多いんだね。あ、ヒロフィナーレ香川さんか。まあまあ、いろんな人見るね。過疎から大手から。男は香川さんだけか。うん。今、ふわっちはニコ生配信者に DM で誘いまくってる。へぇ。あ、いや、それあると思うね。うん、それあると思うよ。ニコ生に、なんでかっていうとね、パソコンで、あれ作れるよ、アカウント作れるようになって、ニコ生のリスナーめっちゃ増えてんだよ。だから、結構本気で、キャスじゃなくてニコ生取りに行ってるのはあると思う。風船プレゼントありがとう、かっちゃん。朝から笑った？ありがとう。うん。ありがとうございます。じゃあ、どうしようかな。残り27分で終わりにします。残り27分です。あ、違う、残り17分で終わりにする。仕事行ってらっしゃい、かっちゃん。頑張ってね。私もその一人。え？どういうこと？え、プリンさん、DM が来たの？え、マジで言ってる？え、ふわっちから DM 来たの？マジで？へぇー。その DM 見てみたいな。いや、営業頑張ってるよ。いや、だから好きなんだよね。本気じゃん。いや、いいところだ。最近はヨッサンのところにふわっちからオファーあったみたい。ヨッサン来るだろうね。ヨッサン来ると思うよ。まあでもあれくらいのクラスになったら金積まれてもいいと思ってるから。PC から始めたって意味か。そういうことね。みどりさんもふわっち来たら今より稼げる。稼げるけどみどりさんは無理だろうね。うん。おはようにゃ。おはよう。ネルさんが DM さらしてた。へぇー。ネルさんヨッサンあたりは欲しいよね、正直。わかるわかる。でも、いいと思うよ。ねえ、ちょっとみんな聞いてよ。今週5日勤務だったんだけど、2回、昨日も寝バックレしちゃって、2回寝バックレで2回遅刻してんだけど、どう思う？もう超行きづらいんだけど、今
まだ連絡してないんだけどさ、最悪なんだけど、睡眠障害出まくってて寝過ごしちゃうんで、やばいよね。5日勤務中、2回寝バックレして、昨日も寝バックレしたってまだ連絡してないんだけど、2回寝坊してんだよね。もう最悪だよ。やばいよね。連絡はしないとなんだけどさ、ほんとなんだよ。最低だよね。行く行く。ありがとう、ぴょんぴょん。行きづらくなるよ、ほんと。寝坊が癖になる時期。っていうかね、うつが出てて、ちょっと。うつになると寝ちゃうんすよ。次行くとき、ガン切れモード風で出勤する？あー、それね、結構使える手なんだけど、俺はそういう人出なしの行動はできないから。障害者なんだか甘み見てくれるんじゃないっていうか、もう、っていうかもう信頼なくしまくってるから、もう行きづらいっていうのがあるし。もうなんかしんどいっすよ。バイトっていうかね、障害者の施設ですね。うん、障害者の施設。うん、いやー、まずいっすよ。うん、きついな。生活不規則になってるどころ、今日寝てないかんね、俺。うん、発射金で俺に指図すんじゃねえって叫んでクビになるとか、もう最低だよ、そんなの。絶対言わない。会社の人は好きだから。うん、ちょっと今日は鬱ですね。口が裂けてもそんなひどいことは言えないですね。いや、もしかしたら辞めるかもしんないわ、俺。最悪の最悪、辞めるっていう選択肢あるかもしんないわ。ちょっと考える、本当に。もう申し訳なすぎる。んじゃあみんなにプリンの差し入れしてすんませんでしたって出勤。あー、なるほど。今うつが出ちゃってすいませんで正直に謝る。まあ、おはようございます、しんさん。生活の乱れから自律神経狂うとうつ出やすくなります。いや、それが逆なんだよ、時系列が。まず寝れない病が始まって、本当に寝れなくなっちゃって、まずそう状態から始まったので、もう、ね、いつまでたっても寝れない寝れないって言って、10時半出勤なのに朝7時とか9時とかまでずっともう寝れなくて困ってて、で今度12時に寝れるようになったらもう夕方まで寝ちゃうみたいなので、もうグダグダ、本当に最悪で、もうそれでなんかもうどんどん職場行きづらくなって鬱になってっていう負のスパイラルですよ。そう、この放送終わったら電話するけど、会社に。所長もワドリスナーでしょ。ここで謝ったら許してくれる。いや、違う違う、全然。社員の人が知ってるだけで俺が放送やってんの。社長は見てるわけじゃないよ。ありがとうございます。シンさん、ギリチョコありがとう。いつもありがとう。もう30超えてこんなことでグダグダやってんのにね、もうね、情けないっすよ、僕は。モチベーション低下から来る寝坊だと違うんだよね。もうその寝れないっていうので、寝れないっていうので鬱になって、さらに自律神経乱れてっていう、その、なんだかわかんないんだよね。モチベーション低下なのかどうかわかんないんだよ。カウンセラーの人はいるんだけど、もうカウンセリングもなんか相談しづらくなっちゃってるんだよね。もう超バッドですよ。今一番大事な時なのにね。で、今日生活保護抜ける書面もらってくるから、市役所も行けないといけないの。その生活保護抜けましたっていう証明書をもらいに行くのね。で、今後の手続きとか全部話しに行くから。タバコをもう1箱半ぐらい吸っちゃってるね。うん、
ちょっとやばいよね。生活保護だったんだよ。うん、生活保護、もともと。頑張ります。バカプレゼントありがとう。打つはもう仕方ない。副交感神経を優位にしなきゃ。ちょっとね、ちょっと頑張らないと。ちょっと頑張らないとね。今日は休んで配信どっぷりがいいんじゃないですか。いや、休まない休まない。今日はあの俺がいないとまずい仕事があるから、行かないとダメ絶対。いや、毎日あるんだけど。まーさんいらっしゃい。初見さん、調子悪くて仕事行かないのにふわっちできるのがすごい。仕事行かないとは言ってないよ。行きますよ。アイラ1位にするために炎上させたのか、割とマジで。え、何、炎上ネタあんの？私のせいで2位になったとか言わせないために。え、ちょっと待って、ぴょんぴょんネタあるの？なんか爆弾投下できんの？なんかあんの？ぴょんぴょん。え、アイラを1位にしたいってアイラの囲いじゃん。アイラにブロックしたらアイテム投げらんないでしょ。どういうこと？再び寝坊会。やばいよね。寝ばっくれだよ、昨日。最悪。本当に。行かないとダメっていうのが原因かも。いや、もう、やばいよ。行きづらいし、行かないとダメだし、もう。え、ぴょんぴょん、なんかネタ投下できんの？アイラに。爆弾抱えてんの？なんか。アイラを1位にするために炎上させたのか、割とマジでってどういうことだろう。おはよう、エミちゃん。え、どういうことだろう。ちょっとわかんないな。アイラをおちょくりたい。え、なんかそういう方法があんの？いや、もともとアイラの囲いだったってこと？ちょっとよくわかんないな。どういう状況なのか。睡眠欲っていうか、欲とかじゃなくて、二度寝をするとかじゃなくて、もうずーっと寝ちゃうんだよ。目覚ましとかも聞こえなくて。うつで行きたくないとかじゃないんだよね、ほんと。どうしたらいいか分かんなくなってるね、正直。残り7分でーす。残り7分でーす。昨日の夜、和道さんの外配信の運動を見ながら寝落ちた。あ、そうだったんだ。なるほど、なるほど。アイラの配信見れない。どうやってあげるね。どうやってやるんだろうね。なんだろう。見れるんだ。服はかかるのかな。腹黒の宿にみんなに教えてあげたい。まあ、アイラが腹黒アイラが腹黒なのは結構みんな知ってるぞ。腹黒だからあいつさっぱりしてるぜ。あいついいやつだよ、本当に。頑張るとは言わないけど、職場の人は受け入れてくれるよ。まあ、とりあえず行くわ。もう、とりあえず行きます。ログアウトしたら、あ、そういうことか。ログアウトしてもアイテムって渡せんのかな？ログアウトでアイテム渡せるかどうかわかんないから。結局、アイラのこと好きなんじゃん。結局、アイラ見たいんじゃん。アイラのこと大好きなんじゃん。素直になった方がいいよ。だからアンチと囲いは紙一重ってやつだよな、まさに。考えすぎないっていうか、もう、
考えちゃうよね、やっぱね。いや、飲んだに起こしてもらうとかそういう問題じゃないんだよね。薬が合わないのはあるみたいですね。身内にいたようになんとなくわかる。私は王子。いい日になりますように。チョコレートありがとうございます。今日行けば今日でスッキリするかも。行かなければずっともやっとするし。いや、行く行く、絶対行くけど、絶対行きますね。ただぐったぐたです、本当にぐったぐたです。もうプライベートはぐったぐたです。私、残り4分、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。おお、ありがとう。花火ありがとう。しんさん頑張ります、ありがとう。超反省してるなんてね、もうこの1週間ずっとそんな感じだよ。もうお通夜ですよ、僕は。職場では。ワドありがとう。うん、ぴょん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 。あんまりね、自分が嫌われても損するだけだからさ。いいキャラしてるんだから一緒に楽しもうよ。なんかブロックされてもつまんねえしさ。負のスパイラルは良くないよ。配信はやっぱ好きな配信者見て、ゲラゲラ笑うのがいいんだから。程よくね、さじ加減を。エコーってなんていう？ソフトじゃないです。僕はね、DA さん。こんな感じのね、ヤマハから出てるですね、機械を使っていて。おい、音いいだろ。ああ。いや、俺はよ、その辺の配信者とよ、ちげえからよ。ああ。いや、めっちゃいいぞ、これ。なあ、ゲルゲ。ああ。っていう風に、これを押すと、うなちゃんマンの声出せるんですよ。これを押すと、バカ、お前、DA バカだな、お前。お前はよ。いや、まあ、機材っつってもよ。ああ。これ押すとうなちゃんマンになるから。いいでしょ。ヤマハからうなちゃんの声が出る。AG03 っていうやつ、1万6000円ぐらいですね。ギターとかも弾けるんで。ギターとかも弾けますね。はい。じゃあ、ギターでお別れしましょう。この機械を使うと、こういうこともできます。こういうこともできます。はい、皆さんありがとうございました。こういうね。こういうギターとかも楽器配信してる人はいいかもね。お疲れ様です。ありがとうございました。おつです。音楽やってる人とか音にこだわりたい人はこれおすすめです。ありがとうございました。ネットワークやるんだ。あんまりのめり込まないことをおすすめします。はい。おい、お疲れ、小田井。トゥーさんお疲れ。じゃあ、もしよかったらフォローしてください。あ、初めてだった。アンピさんフォローありがとうね。これからもよろしく。じゃあ、皆さんありがとうございました。朝から、たくさんの方。お疲れ。スウィンドルお疲れ。ぴょんぴょんお疲れ。よろしくね。お疲れ様でした。エミちゃんお疲れ。みんなありがとう。おつおつ。アキランさんお疲れ、ありがとう。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。